小泉一馬の恋ちゃーんというわけで、あの、長野市議会議員小泉一馬、恋ちゃんの時間です。小泉一馬、トークチャンネル。長野市議会議員、オレンジの議員、小泉一馬、燃える議員でございます。でね、今日のテーマはね、ちょっと私もね、こういうお話をするからでもないんですけどもね、長野市は安保法案賛成の町、 なんですねえなんですよ。実はそうなんです。でね、これ議会でね、あの国に意見書を上げるのが可決されまして、安保法案賛成しているね、そういうふうに見られてもしょうがない意見書を長野市は可決して、議会としてね、送ってます、国に。だからね、皆さん知らないうちにね、あの市議会は、 長野市っていうのは賛成の町なんだべってことをね決めちゃったんですでねあのだけど皆さんね今ね選挙前だからどうなってんのどうなってんのって政治的関心が高まってるからね聞く人は聞くんですよそんなそんな意見書どうしてあげたんだいってことをね聞く人はいますよでそうするとねいやいやそんな意見書あげてねえぜって,っていう回答が返ってきたりしません で小泉もねじゃあそれちょっと整理しなきゃいけないなってあちょっと面倒くさかったです <laughs> 整理のね資料を作るのはだけど小泉作ったんで皆さんちょっとねお付き合いしてくださいでどういうことなんだってことなんですねこれがね小泉が渾身の資料なんですけど長野市が安保法案賛成の町になった経過などっていうことでございますよ。 でまず皆さんご存知のとり、2014年7月1日、集団的自衛権交渉を容認する閣議決定。安倍晋三さんがね、これやっちゃいました。憲法なんて関係ない。ということで、でそれを受けて2015年の3月に、あの集団的自衛権、安保法案、これに反対するっていう制限が出てきたけど、これは不採択になっちゃった。要するに集団的自衛権、安保法案。 賛成だよってことなんで,すよ、ね、で逆にね賛成の請願っていうのもこの時出てきてましてこれはね採択になったんですよ。で国に意見書をあげるべっていうことでその結論にどう書かれていくかっていうとこれなんですね。 国の存立を全うし、国民を守るための切れ目ない安全保障法制の整備についての閣議決定に基づいた法制化を慎重審議の上、進めるよう強く求め、意見書を提出します。ね、だからね、慎重審議って言いながら、進めるよう、法制化を進めるよう強く求めている。だからこれ賛成じゃんねっていうことなんです。これ3月議会のことです。 でね、これは賛成だよねって誰がジャッジしたかっていうと NHK それからね共同通信なんですよまず NHK がこれを受けて安保,法安保関連法案に関して各地方議会がねどういう意見書を上げたかって調べたんですそしたら賛成の立場がっていうのが3つあったとでこの中に長野市議会を含んでるっていうんですよね。 いやいや、びっくりでしょ。こうなっちゃったんですよ。展開としては。で、この間に、このね、5月、安保法案、関連法案を閣議決定して、安保関連法案に反対する4つの制限が提出される。という流れになってたんですけれども。でね、この時ね、もうちょっとね、賛成した、この意見書をね、賛成した、 親友会これ自民党系ですね、それから公明党の方々、もっとよく考えてくれよってね、小泉言いたいですよね、だって5月にね、5月ですよ、5月に閣議決定したのに、その前の3月議会で、法案の閣議決定5月なんですよ、だけどその前の3月に法案をどんどん整備して進めてくださいっていうこと言っちゃってるんですよ。 あそしたらさ、だって法案の閣議決定待ってからじゃなきゃそんな請願通せないよねっていう選択肢だって十分あり得たしそうあるべきですよね。だけど先走って慎重審議の上にも強く進めるよう求めるっていうね意見書を出しちゃったんです。だから賛成してるってことなんですよ。でね、それが3月議会なんだけども今度6月議会になったらまた反対派の市民の方々がね 請願出してきたんですでそれはまたこれがね不採択になっちゃいました。で小泉一馬もねこの時はねいやいやそれは採択すべきだよっていうことであの討論しています本会議で。でこの時またね親友会と公明党が余計なことしやがりまして何やったかっていうとじゃあこれね請願不採択にしちゃったらちょっと罰悪いよなと思ったのか。 それとも NHK からね、全国で3つだけじゃんって、オンリー3のうちに長野市入ってんだぜ、安保法制賛成の町っていうことで、っていうのをね、受け止めて、なんとかかっこつけなきゃいけないねと思ったのかは知らないけれども、この時同時に意見書、またもや作ってます。これはどういうのかっていうと、安全保障法制関連2法案の分かりやすい説明を求める意見書っていうのを出してるんですよ。これでね、 結論は、この法案に対する国民の疑問や不安を真摯に受け止め、集団的自衛権と個別的自衛権のとの違いなどについて分かりやすく丁寧な説明を行い、国民的利権が得られるよう意見書を提出するというものなんですけれども、 あのね真摯に受け止めたらね、国民の疑問を真摯に受け止めたらこんなこと出せない。だって言ってるのは集団的自衛権と個別的自衛権との違いがね、わからないなんてこと一言も言ってないんですよ。集団的自衛権っていうものは日本国憲法上許されていないんだから、それには反対ですっていうことも明確に正願出してきてるし、各種世論調査を見たってね、 この国会で通すなっていう、そういう世論がね、どの世論調査見ても、過半数超えてるわけなんですよ。で共同通信だって、読売だってね、日経だって、産経だって、朝日だって、全部全部、今国会で安保関連法制通さなくていいっていうのは国民の意思なんですよ。だからね、それ、それに、そういう、 社会的背景に対して何集団的自衛権と個別的自衛権との違いが分かってないかそれが問題っていうそう,そういう意見書を出すってこと自体がねなんかピンターズでよく分かんないですよねなんですよだけどね皆さんねこここれなんですよもしかしてねこれね使い道として考えてたのかもしれないもうこの後ね選挙あるしどうすべえ全国でたった3つ そのうち、ね、共同通信もたった6つってなったけどたった3つの安保法案賛成した議会って俺たちレッテル離れちゃったよ親友会と公明党選挙やりにくいじゃんねんじゃあさもう一回何か意見書通しておこうかそうしたらさその意見書は賛成してんじゃないよっていうことにできるじゃんそういう計算がもしかしたらあったのかもしれないだからかこの意見書って2つあるんですよ ね、一つは賛成の意見書もう一つはきちんと説明するよっていう意見書でね市民から賛成の意見書なんか出すんじゃねえよって言ったらいやいや僕たちは分かりやすい説明を求めてそういう意見書出したんですよって直近の議会のことは確かにそうですよねって言えちゃうっていうそういうね実はトリックなんですよ、ね、ちょっとやらしいでしょ <laughs> そういうことをやってるんです でねまあ、そ,のその後どういうことがあったかっていうとで長野県議会も、ね、安全保障法に関する意見書っていうのを、ね、これね可決してるんですけどもこれはね憲法というものを、ね、持ち出してきてますだから憲法の枠内でやってくださいよっていうのを言う非常にいい意見書になっていますでねその後にまた共同通信で、あのー、調査し直してねその後 意見書を出してきている市議会とか市町村議会も増えてきたんで、で、この時点で496のうち、6議会だけ賛成ですっていうことになっちゃいました。で、その次ね、6月議会終わったら8月議会、また安保関連法案に反対する4つの請願が出てきて、またこれやつ、また塞いたくなっちゃいました。だからね、これ、8月議会も6月議会も3月議会も3回続けて議会は反対。 しちゃってるんんででで、すすよ、よに。これもひどい話なんですよねで。特にね平和の党と言われた公明党の小林秀子さんのね討論っていうのはねすごくてねこっち取ってください28分やってるんですよ28分28分ですよもういい加減にしてくれねえかなってみんな思ってたんだけど実はねだと思いますよだけどねとうとうとやってるんですよ それはねその言葉の力の入りようとてもあんた中央党中央がこれやれって言ってるからしょうがないからやってちょうだい、えー、私ですかしょうがないけどやりますそういうふうには見えないもう革新的にやってますで彼女が何を語ってかっていうと衆議院でね委員会で強行採決があったじゃないですか あれは強行採決じゃない。騙されるなって言ってます。いや、騙してるのはどっちなんですかね。強行採決か採決じゃなかったかっていうのを決めるのは公明党じゃないんですよ。あなたたちだって政権側の人じゃないですか。それは政権側の人は強行採決じゃねえよって言いたいのはわかるよ。わかるけど騙されるなってのはどういうことだよ。騙そうとしてるのはあなたたちじゃないのって小泉は非常にそれ聞いて憤りましたよ。だからその部分も入れてね。 じゃあ、そこまで28分もねそこまで力込めてやってるんだ小林秀子さんあなたの主張私が広めてあげますこの辺親切で,でしょ小泉どうねこの辺こうちょっと見てもらうとね YouTube でアップしてあげたんですそしたら小林秀子さんがみついてきて小,小泉一真 VS 小林秀子公明党のバトルが発生しました これね、小泉が編集してね、28分も誰も見ないでしょだから4分に縮めたの。それでね、YouTube 動画上げたんだけど、こんなもの削除しろよって小林さんからね、直々に小泉の携帯に電話がありましてね、<noise> あんな恣意的な編集認められませんから、削除するか全部アップしてくださいなんてことを言ってましてね、いやそれは残念ながらできませんので、 アップしたければ全部アップしたいのあなたのホームページでやってくださいよって突っ張りましたもちろん。で何を考えてるのかってね。で軍事的なね強国,強国になろうとすればね言論統制もまた同時に進めるってこれねそういう恒例がねこんな身近な長野市議会で出てきちゃった。ほらの 今後いいこと日本は続いていくのかどうなのかってね非常に不安になっちゃいますよね小泉としてはでね長野市議会議員選挙っていうのは9月13日にあるんですよ皆さんこれ投票日ですその前も,もちろんねあの期日前投票できますよぜひ行ってくださいで皆さんね親友会 公明党この方々は安保法制関連法案賛成です。大賛成です。特に公明党。自民党でもね、長野市の場合、公明党のが一生懸命やじは飛ばすしね、本当に革新的にやってます。で、賛成する方々はどうぞこの人たちに投票してください。でもね、今までお付き合いで、地域のお付き合い、あるいはね、 宗教的なお付き合いあってこの人たちに入てきたそういう人たちはねだけど戦争法案心配だっていう人たちは今回よく考えてくださいねっ泉一馬から皆様へのお願いです必ず投票に行っていただきたいお願いいたします